はい、今回はステップ7で、テールストールを説明していきます。じゃあまず1回テールストールを見せます。じゃあまずやります。こんな感じです、テールストール。スタンスなんですけど、まあ、スタンスはこれも、インターフェイキーと一緒で、全然問題ないです。いつものスタンスで乗っていただいて、で、まあ、後ろ向きに戻ってきて、ここにかける動作なんですけど、これがテールストール。よくありがちなのが、ここまで待てなくてここで踏んじゃうとか、ビギナーの方はこういうのが多かったり、勢いがありすぎて踊ってしまう、こういうのが多いんですけども、そこでも本当にしっかりコーピングをしっかり見て、ここだってとこ、ここら辺ですね、もうギリギリでしっかり踏む。踏んだ時にこっちを踏んだのに前の足を上にしっかり上げないと、前の足が下がったままと押しても上が上がらないんで、こんな風になっちゃうんで、踏むと同時に前の足はしっかり上に上げる、つける、もしくはこう寝かす、こういう感じで寝かして、そうしっかりと上に上げます。こう上に上がればもう全然あとはドロップインと一緒なんで、全然怖くない。もう本当はかけるタイミング、こういうのにかかっちゃうとストール怖いし、行き過ぎるとまたこう戻っちゃうので怖いんで、もうなちょっとずつもう回数こなしてしっかり乗れるように。で、あとやり方っていうか、まあ、テールストールも2パターンもっとあるかもしれない。自分は2パターンがあると思ってて、まあ、まずかけた時にしっかり上に乗ってこう止まるストール、あとは体を完全に R 側に残してこっちを刺した時に前の足は寝かして、もうライダーキックみたいなポーズで一瞬だけかけてすぐ降りる、こういう2つのパターンになりますね。じゃあまず1つずつやっていきましょう。1つまず上にしっかりかける方をやります。じゃあ上に登る方をやりますんで、こんな感じですね。体は R 側に残す。じゃあやってみます。こんな感じですね。まあ、どうしても最初から受けるのは怖いって人は、まあ、こういう機能を使ったやつですね。目安。ちょっと浮かす練習ですね。ちょっと浮かしても、どこの場所でも自分の納得いく、自分の狙った高さで上げれる。そういう練習して、で、それから挑戦するのもありだと思います。ちょっと、やってみます。浮かすだけなんで、浮かしたらすぐ戻さないと、ウィリーさん守りちゃうんで怖いんで、投げたら押す。ちょっとやってみます。
回は、テールストールでした。次回は、ロックンロールですね。ロックンロールをお伝えします。ロックンロールも、まあ、両方回る方があるんですけど、まあ、最初はバックサイド側に回るロックンロールを、まあ、説明させていただきます。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ。